今日、岐阜県本巣市の公園では国指定の天然記念物、薄すみ桜が雪の重みで枝が折れるのを防ぐため雪吊り作業が行われました本巣市根尾地区は豪雪地帯で樹齢1500年以上の老木である薄すみ桜を守るため毎年、雪吊り作業が行われています作業は昨日から始まり2日間かけて高さ18メートルほどの8本の支柱を桜の周りに立て ゴンドラに乗った作業員が縄を放射状に張り、枝を固定していきました。雪吊りを施した薄墨桜は来年の春まで冬の眠りにつくということです。